白山一芸の群落白畑高山植物とは、一般には森林限界より高い鉱山帯に生えている植物のことを指す。講義には鉱山帯だけではなく、亜鉱山帯に生育する植物も含める。鉱山に生育するから、高山植物と呼ぶわけではない。例えば、北海道のレブン島やリシリ島では、森林限界が低いため、 北アルプスで標高2500メートル付近に生育している高山植物を平地や海岸近くでも見ることができる。より競技には鉱山帯に固有の植物を高山植物という。つまり低山帯や丘陵帯にも生えているが適応の幅が広いので鉱山帯にも生えている植物は高山植物と呼ばない。ただし、 実際には鉱山へ向かう間に見かける草花も、すべて、高山植物と言ってしまう場合が多く、高山植物ず高山植物の生育環境は、冬季の積雪と平均気温の低さ、1日の最高気温と最低気温の温度差が大きいこと、風が強いこと、貧弱な養分の土壌、日差しが強く特に紫外線が多いこと、など多くの点で植物の生育には厳しいことが多い。 よってその環境に応じた様々な特徴を備えている。例えば、地下茎や根が発達している割に茎や葉が小さく、樹木であっても、ほとんど総並みの背丈で地表に密着してクッション状に成長する。成長が可能な期間が短いため、一年草は少なく、多年生の双本が多い。また、全体に毛が多いものもよくある。これは、 植物体表面を寒気から遮断することや、強い日差しから本体を守る役割があると見られる。日本にはそれほど顕著な例はないが、植物体全体が表面の毛によってほとんど覆われ、まるで面くずのように見える例もある。また、植物体に比して、花が大きく、派手なものが多い。植物の活動が夏に限られるため、ほとんど全種が同じ時期に花をつけ、 一面に花が並ぶ様子をお花畑と呼ぶ。日本の場合、多くの鉱山植物は禁煙種を北海道以北に持っている。これは日本がより寒かった時代にここまで分布していた植物の生き残り、すなわち氷害存種であると考えられる。富士山は日本の最高峰であるが真の鉱山植物はほとんどない。これは富士山が 比較的新しい時代に低い山から高くなって形成され、そこに表記の植物症が入り込むことがなかったためで、あるしたがって、かつては高山植物の分布は山から山へとつながっていたのであろうが、現在ではそれぞれの山の山頂付近に限定され、分布は島のように孤立している。そういった経過を経て、現在では島の生物と同じように、 それぞれの山で固有種に分化していることが多い。北岳の北岳層や白馬岳周辺と伊王岳のウルップ層などがその一例である。植物の保護のために立ち入り禁止区域に侵入したり触れたりするのを避けることが望まれる。詳細は日本の鉱山植物賞を参照草使用植物、編集小松橋小釜岩弁系短使用植物、編集。 黒ユリラシ植物、編集一部の種は、環境省や各県のレッドリストに指定されている。南アルプスの鉱山帯では、地球温暖化に伴う気温上昇などにより、日本自家や日本カモシカなどが高所まで上がり、高山植物を食い尽くす食害を受けている地域がある。詳細は、イカンタバ植物レッドリストの変遷を、参照白花木バナを紫、 桃色果実、ありがとうございます。